こんにちは、ステレオカメラの相場です。今回ご覧いただいてますレンズはライカの、鉄板中の鉄板レンズですね、人気のミクロン 50mm 固定強度電気型になりますね。はい、非常に人気のですね、標準レンズになります。ミクロン 50mm、F 値が2、固定強度の、ミクロになりますね。電気型です。はい、シリアルが1467285ですので、1957年ドイツ製のズミクロン 50mm ということになりますね。はい。では、外観から見ていきますけれども、ご覧の通りですね、外観は大変綺麗でですね、このローレットが変色していたりですね、油で汚れたりしていたり、劣化していたりするものがあるんですけれども、こちらは綺麗ですね、大変いい備品の個体になります。ご覧の通りですね。はい、レンズもですね、前玉、後ろ玉ともに大変綺麗ですね、吹きすれとかコーティングの剥離などは見られないですね。ひっかき傷なども見られないです。中玉には曇りカビは一切見えずに、バルサムももちろん見えないですね。はい、塵とか埃の混入が多少見られる程度ですね。もちろん映像には全く影響はありません。絞り膜も、はい、軽快に動作してまして、引っかかりとか重かったりとかですね、泣きがあったりとかしてないですね。絞りまでの油もないですね。痛みもありません。はい、この通りですね。はい、ピントヘリコイドも非常に軽くですね、はい、スカスカ感もなくグリス切れ感はないですね。ムラがあって硬くなったりもしてないですね。はい、無限のロックもきっちりと効いております。はい、リアキャップと、フロントキャップがご覧のように付属しております。はい、ということで、大変状態のいいですね、ズミクロン 50mm 固定強度標準レンズですね。はい、ご覧の通り、コーティングも大変綺麗に保たれていますね。はい、大変人気のレンズになりますので、ぜひお早めにチェックしていただけましたらと思います。以上です。